ピンポンパンポーン。はい、皆さん、おはようございます。朝のホームルーム始めます。おはようございます。本日は報告が2点あります。まず1個目。ヒゲ剃り？先生ですね。週1でヒゲ剃りの歯を取り替えているんですけどね。朝から何の話ですか？当たり前だけどさ、替えたてが一番切れ味も良くてしっかり剃れるんだわ。そして使えば使うほど、切れ味も悪くなっていくのよね。こっちも当然だけど。だから何の話や。でさでさちょっと聞いてよあんたたち。今朝がね、新しい歯に変える日だったんだわさ。それが私ったら新しい歯、切らしちゃってて、仕方なく切れ味の悪い、一週間使い込んだ歯でおひげ剃ってきたから今日は。いつもよりこいけどこいって言われると傷つくので見ても見ないふりしてくださーい。よろしくね。いや、別に全然気になってなかったのに。それな。注目されたくない部分を、自ら注目させてるのくさ。そしてもう一個、早いものでね、もう卒業シーズンやってきましたね。ってことで本日から始まります。毎年恒例卒業式の練習。出た、だるすぎるやつだ。特に嫌い、合唱の練習、嫌い。ってことで5時間目、6時間目は通常授業じゃなくて卒業式練習なんで、体育館ですから間違えないようにね。さ、そろそろお昼休み終了。体育館向かわないとね。あー、だりー、めんどくせー、行きたくねー、合唱練習の時だけ老編鬼ババ先生嫌いー。確かにね、僕もあんま好きじゃないわ。毎年思うんだけどさ、日本の学校って必要以上にやりすぎじゃね？卒業式練習。だろうね、そう思っている人、そう思ったことある人は結構多いと思うよ。今日なんてそのせいで、大好きな体育の授業潰れたし、授業をいくつも潰して、本番の数週間前から何回も何時間もかけてやる価値あるんか？うん、まあ合唱はちょっと全体練習が何回か必要かなとは思うけど、在校生起立、在校生着席、卒業生起立、卒業生着席、あの立ったり座ったりを練習で繰り返すのは意味わからん。な、来賓の祝辞とかさ、全体の流れとかはもう前日に一回通して確認するレベルでいいだろ。あ、やっぱ行かないと。はい、始まりました。数週間に及ぶ大量練習の幕開けです。それじゃあ本日の職員会議、始めます。よろしくお願いします。今日はですね、コロナ禍での卒業式をどう行うかについてなのですが、結論から申し上げますと今年は練習はなしでいきます。おおマジか。毎年、あんなにやっていた練習、ゼロですか？大丈夫かしら？確かに、多少のグダグダや想定外のことは発生してしまうかもしれませんが、今全校生徒が何度も何度も体育館に密集、感染リスクを避ける方が重要との判断です。まあそうですよね。ですので、今年は卒業式当日の朝、各教室で先生方に全体の流れなどなど、30分ほど説明をしていただき、それで卒業式に臨む形となりますので先生たち、よろしくお願いしますね。おお、これは説明しっかりしないと。あ、ちなみにこれ、実はベースです。卒業式、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、あれですね。本番前の説明だけでしたけど、普通に問題なくできちゃいましたね。卒業式。ね、びっくりですよ。そう考えると、これまで本番の数週間も前からあんなにやってた練習、本当に必要だったのかって思っちゃいますよね。それなです。はい、ということでですね、本日はコロナ禍で変わった卒業式をテーマに、実はベースで茶番をやってみたのですが、主さん、やっぱ学生時代、嫌いでしたか卒業式練習？いやもう大嫌いでしたね。特に合唱の時の嫌な先生うざうざ行動がマジ嫌いでした。ほうほう、どんな？生徒がちゃんと歌っているかどうか、耳を口元に近づけてくる先生です。それはうざいな。しかもそれやるの、真面目系、お気に入り系の生徒にはやらんくせに、ちょっとやんちゃ生意気反抗タイプにだけやるというね。それはイラッと。ちなみに現在お見せしているツイートの画像、元教師で学校のモヤモヤ代弁者として、約4万人ものフォロワーを誇るノブさんというお方のツイートなのですが、やっべえ、共感しかねえ。時期的にも極寒の体育館で何時間も何回も、厳しい指導ですからねきついわ。うん、やっぱ同じようなことを感じている方、学生時代に感じてた方は多いみたいで。全員揃うまでやり直し、を何度も見てきましたが、どうやって全員の角度とタイミングを揃えるのか、具体的な指示も出さない、ただの教師の自己満足。軍隊経験者です。軍隊は必要かもしれんけど子供にさせる意味マジでわからんですね。誰か必ず、倒れてた。いくつか抜粋、こんなリプライが上がっておりました。思い出したわ、主の中学時代も倒れてた子いた。卒業式練習中に貧血で、
揃える揃えない指導も、教師の自己満足、共感ですね。主役は卒業生なのに、例えば在校生がちょっと動き揃ってないからって、そんなの細かくチェックして嫌な気持ちになる卒業生がいるでしょうか？いねえな、まずいねえな。卒業生も揃ってないと練習で怒られますけど、揃わない自分たちが嫌って感じる卒業生がいるのだろうか。まあ練習終わらないから揃えてくれ、ってパターンはいそうだけども。合唱も思い出したぜ、声が小さい、卒業生を送る気があるのか、と。何度もやり直し食らって、声レベル60が90ぐらいになってやっと終わった練習。本番、普通に声レベルまた下がって、少なくとも練習の最後よりは小さかったけど、やり直し何回もさせてた先生、普通に感動してうなずいてたわ。何度もやり直しになった意味。もちろんね、学校によって練習量は様々なんでしょうけども、コロナ前までは数週間前から何時間も、極寒の体育館で厳しい指導付き練習。未だにそんな学校も結構あったでしょう。ちなみに主は小学校、中学校、普通にこんな感じだった。まあもう15年とか前の話だけども。それがコロナきっかけでがっつり練習できなくなって、それでも普通に卒業式できるじゃん、という気づきになったのは良いことだな。間違いない。練習全くいらんとまでは言わないけど、正直無駄にやりすぎ感は否めなかったよな、ずっと。ちなみに皆様の学校では現在、卒業式練習、どんな感じですか？よろしかったらぜひぜひ、最近の卒業式事情、コメント欄で教えてくださいな。それじゃあ最後に、せっかくなので以前作った卒業式アニメ、こちら。よかったら楽しんでね、個人的に大好きこれ。これより極悪高校1年生3名の卒業式を行います。え、1年生で卒業？もうこの学校には耐えられません。この1年の私たちの思い出を聞いてください。胸に希望を膨らませ入学した4月、初対面の先輩にカレーパン会に行かされました。初対面バシリー。5月、優しかった先生が変わりました。いや、担任変わるの早い。6月、せっかく仲良くなった優しかった担任がまた変わりました。サイクル早すぎる。クラスで何があったんじゃ何が。7月、暑いんだよボケと愚痴を言いながら、教室にビニールプール設置するクラスメイト。無法地帯。夏休み8月は、平和だった平穏だった。夏休み楽しかったじゃなくて平和だった。9月、夏休みの宿題全部終わってたのはクラス30人中4人でした。この3人ともう1人。10月、白熱の体育祭は、何人かが病院送り。おい。11月、文化祭では他校の生徒と大乱闘、スマブラじゃないよリアルだよ。治安が悪すぎる。珍しく雪が降った12月、国語の先生を脅して急遽雪合戦。不要、雪にテンション上がる。1月はお年玉、ママよりもクラスメイトに取られないように超警戒。学校生活、命がけ。チョコくれないとどうなるか分かってるなと脅された2月。強制バレンタイン。そして今日3月、もう耐えられない我々は1年生ですが卒業します。いやよく1年頑張りました。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。